オランダのマーストリヒトとベルギーのカンネの間の国境地帯イエーカー渓谷のワインブドウ園。オランダワインはヨーロッパの国家オランダで生産されるワインである。極めて小規模のワイン生産であったが、現在のオランダで言及される。最初のブドウ栽培は968年に遡る。しかしながら、近代的ワイン生産は1970年代に開始したに過ぎず。 現在オランダ農業の成長強化部門である。現在国内に130の商業武道園がある。文献上、968年にリンブルフ州で武道栽培とワイン生産が行われていたとある。オランダ最古のワイン武道農園として知られるのはアポステルホーフェで15世紀に設立された。アポステルホーフェは現在フルスト家が、 イエーカー渓谷の6ヘクタールの土地でブドウを栽培し、そのワインはオランダ王室でも愛飲されている。1500年頃までオランダではワイン作りが行われていたがヨーロッパが寒冷期になると衰退し、その後20世紀末にワイン作りが再開した。1986年にオランダの発明家でワインショーのベルントシュナイダーとオランダ発明センターが共同で、 ワイン保存器具のバーキュバムを開発し、世界各国で専門家から一般人まで愛用している。21世紀に入り、2009年にはドイツでワインの賞、ベルリンワイントロフィーを獲得するなどしている。同年にワイン生産農家は81軒になり、1軒あたりの所有畑は平均して1.8ヘクタールである。まとめて測定すると160ヘクタールになるオランダの ワインブドウ園のほとんどは、ヘルダーラント州とリンブルフ州に設立された。加えて、北ブラバント州、北ホラント州、ゼーラント州にワインブドウ園があり、さらに北方のドレンテ州、オーファーアイセル州、フロー人間州にある。オランダの不向きな気候のため、メルローとカベルネソービニョンのブドウは大規模な栽培をしていない。以下のブドウ品種は適用法により許可されている。 アウクセロイス、バフーズ、ビアンカ、シャルドネ、ファバー、デビュルツトラミネール、ヘルダー、フクセルレーベ、ヨハン・ニッター、ジュエル、ケルナー、ケルン・リング、メルツ・リング、モリオム・スカート、ミュラー・トゥルガウ、オリオン、オルテガ、フェニックス、ピノ・ブラン、ピノグリ、ルー・レンダー、レイオン、ドール、ライヒエンシュタイナー、リース・リング、ソー・ビニョン・ブラン、ショイ・レーベ、ショーン・ブルガー、セイバル、ジーガー・レーベ、 ジルヒャー、シルバーナー、ビュールツアーカベルネフラン、ドミナ、ドルンフェルダー、ドユンケルフェルダー、フローレンタル、フリューブルグンダー、ガメ、ランダル 244N、レオンミロ、マレジャルホッシュ、ムニエ、ピノノワール、プランテット、ポルトギーザー、レゲント、ロンド、サンドーラン、トリオンフダルザス、ツバイゲルトレーベ、httpww. デュイホック、NL、 ネダーランド、ドルイベンラゼナダーランド、HTML。ありがとうございます。